MQ25 スティングレイ X はどれぐらい強いのか検証してみました。はい、どうもこんにちは、ハロワです。ということで今回もボタンを押してやっていきましょう。今回はですね、あの MQ25、スティングレイをね、あの紹介したいと思います。はい、こちらね、あのイベントでね、あのゲットできるあのドローンでして、まあ最終報酬になっています。はい、なので早速ね、あのこちらをね、あの使っていきたいと思います。ということでまず練習モードでやっていきますか。はい、ということで練習モードにやってきました。ということでまず体力なんですけどね、あの1万8000ですね。でまああれ、速度はまあ一番減速すると166ということで、減速がね、あのかなり遅いのでね、かなりね、あの攻撃時間が長いですね。その連続でまあミサイル撃つっていうことがね、あのかなりできるようになるかなと思います。でまあ最高速度はだいたい760ぐらいですね。ということで早速ね、あのダメージをちょっと測っていきたいと思います。まずミサイル1ですね、16000と。で続いてミサイル2、29000と。でミサイル3、でこちらがね、あのチャフ効かないね、あのミサイルになっています。36000でミサイル4ですね、2万ダメージと。ということでバーストダメージはこれくらいですかね。はい、10万1000ですね。はい、クリティカルとか出るとね、あのこれよりも結構ダメージ出て、確か10万3000超えてくるんですよね。そのシャープソードがね、あの今のところ一番強くて、バーストダメージが10万3000ぐらいだったので、あのそれをね、あの超えるあのダメージがね、あのちょこちょこ出たりするのでね、もしかしたらね、これね、あのシャープソードの王座がちょっと奪還される可能性があるんですよね。うん、ちなみに言うとこのミサイルさんなんですけど、こちらね、あのグレネードランチャーになっていて、まああの対戦もね、あのできるようになっています。あとチャフがね、あの効かないんですよね。ただしもちろん弱点があって、あれ防空に弱いっていう感じですね。今10万4000出ましたね。やっぱシャープソードと同じぐらいダメージ出るんですよね、こいつ。ということで、早速ね、あのやっていきたいと思います。はい、ということでまず1戦目占領モードでやっていきましょう。ということでね、せっかくね、あのシャープソードとあのこのスティングレイがね、あの似ているのでね、あの両方ね、あの使ってちょっとどんな感じかね、あのやっていきたいと思います。さてまずちょっとスティングレイでちょっと索敵行こうかな。ということで早速タイプ05防衛がいたのでね、あの早速攻撃していきます。ミサイルの数がね、結構多いのでね、あのチャフをね、あのたかれやすいんですよね。なのでそこだけね、あの気をつけてもらえばいいかなと思います。ということで、そこの055衛をちょっと狙っていきたいんだけど、どうかな。ほい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 、おー当たってるね。うん、バーストダメージ10万3000。はい、やっぱバーストダメージはあれスティングレイとあれ同等かなと思います。ということでもう一回スティングレイ使っていきましょうか。さてまずそこにいる055衛をちょっと倒していきたい。あー、やっぱ防空でかなり消されているな。うん、防空であのミサイル結構消されているので、やっぱりこれシャープソードの方が強いんじゃないかなと思いますね。もう一回ちょっと撃ってみるんですけど、あ、今度は消されなかった。消されないとシャープソードよりもバーストダメージが出るんですね。なるほど。ということでこれもうちょっと攻撃しといて、でちょっと補給いきましょうか。ちなみに言うとミサイル1ね、めちゃくちゃあのリロード短いんですよね。まあその代わりダメージも少ないっていう感じなんですけど、まあね、あのチャフをたかせるようにね、あの使うのがいいですね。まあチャフをたかせるようだったら、まずミサイル1とミサイル3をね、あのうまく使ってチャフをたかせて、その後にあれ普通のミサイルを撃っていくっていうあの感じがね、あの一番いいかなって思います。こんな感じかな。
あれ倒れないか、今の威力不足で倒せなかったパターンやね。はい、ということでスティングレイやられて、もうスティングレイがありませんもう役目終了です。はい、ということで、ちなみに今回グレラン ASW ロケット持ってきています。はい、ちょっとだけね、こいつも使って紹介できたらいいなと思うんですけど、さてこれどうしようかな。これちょっとリロキャン行きましょうか。久しぶりのリロキャンしましょう。ミグ31で占領モードマジでね、リロキャンね、めちゃくちゃ強いんですよ。はい、ということで、行ってらっしゃい。はい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 、行ってらっしゃい。まだまだありますよ。まだまだありますよ。OK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 。で、これで、攻撃をしに行くっていう形ですね。ちょっとベシティに攻撃しちゃおうか。おい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 。はい、さようなら。リロキャン、本当に強いな。占領モードマジでリロキャン強いのでね、ぜひやってみてください。はい、こんな感じでバーストダメージ出せるのでめちゃくちゃね強いです。ということで、これちょっとミグ31で攻撃したら、ちょっとシャープソード今度使っていくか。はい、素晴らしい火力。ということで、シャープソード使っていきます。速度とかはどうなんだろうね。耐久はスティングレイの方が高いですよね。速度もスティングレイか。で、減速も多分スティングレイの方が有能なんですね。なんでやられんねんって考えると、総合的に多分スティングレイの方が強いんじゃないかなってちょっと思い始めています。ということで、 055A がなんか突ってきたので撃退したいと思います。はい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 。やれないのかそれこちらはね、ABC 全部取れていますからね、楽勝ですよ。ということで、はい、終わった。ありがとうございます。まず1戦目はこんな感じですね。はい、ということで、2試合目やっていきましょう。ということで、今度はミグ31を使ってちょっとやっていきたいなと思います。さてまずベシティからやろうか。これレーザー誘導消えちゃうか。消えちゃいますね場所が良くないな、これ場所が良くない。もうちょっとここら辺からミサイル撃ったら多分いい感じになるでしょう。ということで、ある程度攻撃できたので、シャープソードを使ってね、やっていきたいと思います。君めっちゃ敵の近くにおるやん。まあ、それでバーストダメージ出せるんですけど、すぐに死んじゃうと。ということで、次スティングレイ使っていきたいと思います。できれば潜水艦にね、攻撃できるシーンをね撮りたいんですけど、潜水艦いますか。あ、いますね。じゃあ攻撃しちゃいましょうか。はい、こちらがね、対戦できるミサイルですね。はい、で、これ当たるのかどうなのかちょっと怪しいところなんだけど、あ、一発だけ当たりましたね。防空で消されやすいので、そこだけ問題ですけど、あれ、チャフはね、効かないミサイルなので、当たったら、っていう感じですね。ダメージも3万6000ぐらいですね。はいはい、当たっていますけど、あんまりダメージ出てない。当たってるけど、あんまりダメージ出てないんですよね。これ、シャープソードの方が強い気がするんだけど、気のせいかな。防空でめちゃくちゃ消されるんだよね、ミサイル。バーストダメージは高いんだけど、ちょっともったいないっていうか。けど、しっかりバランス調整されているかなと思います。ということで、これちょっと一回補給いきたいと思います。はい、ということで、補給行きました。これどうしようかな。エンプラやっちゃうか。これ多分エンプラやれると思うんですよ。なのでちょっと攻撃していきましょうか。多分やれると思うよ、これ。あ、バーストダメージ出ましたね。9万8000か。やっぱシャープソードの方が強くね。対戦できるドローンっていう感じなので、おそらくシャープソードとは別になるんですけど、多分空母勢はシャープソードか、あるいは索敵範囲の広いマンティスか、どちらかを使うっていう感じになりそうですね。ただオンラインとかだとやっぱり潜水艦がいたりとかするので、その関係でこのスティングレイをね使
うね、あの空母勢の方もいるのかなと思います。ということでミグ31でちょっとリロキャンしましょうか。はい、まだ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 足りないよ、まだまだ足りない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 、もうそろそろ、もうそろそろ行こうかということで、空母にちょっと攻撃していきたいと思います。おい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 、いいねで、もうちょっと攻撃させて、もうちょっと攻撃させて、そう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 、うん、まあ10万ぐらい出たからまあいいでしょう。にしても最近モダンオシップちょっと重いなまあゲームなんでね、だんだん重くなるのは仕方ないんですけど、もうちょっと軽くできないかなと思いますね。ということでスティングレイとシャープソードを使ってちょっと空母に攻撃しているんですけど、なかなか削れないと。ということで何気にあの空母に反撃されて死にました。ということでリスポーンしてきました。ということでここでもまたリロキャンでちょっとやっていきたいんだよね。いや本当にリロキャンマジで強いのでね、あの使ってみてください。本当にバカ強いです。はい、ということでリロキャンからの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 リロキャン、オッケー、準備できたね。よし、これで攻撃いこうか。で、そこに、ベシティがいるので、ちょっとベシティを、あれ、レーザー誘導でベシッとしたいと思います。はい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 。15万ダメージ。めっちゃ削れてる。ということで、ちょっとイージス山手に攻撃しましょうか。ベシティ発煙弾ね、使ったもんでね、ちょっとね、攻撃できなかったので、ちょっとイージスヤマトやれそうなので、ちょっとイージスヤマトを狙っていこうかなと思うんですけど、うん、負けましたっていう感じでね、今回はね、あのシャープソードとあのスティングレイを、使ってみました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。シャープソードとね、あのスティングレイを比べてみて、あの思ったことをね、あのいくつかあの喋っていきたいと思うんですけど、まずあの耐久性はね、あのスティングレイの方がちょっとだけ多いです。で、速度なんですけど、速度はね、あのスティングレイの方が速いですね。で、減速をするときもあのシャープソードよりも減速できるので、まあかなりあの対空にね、あの入れる時間が長いかなって思います。あと操縦性もね、あのスティングレイの方が高いですね。あとこいつはね、あの対戦ミサイルを持っているので、まああれ対戦もできるっていうのもね、あの一つの魅力なんですけど、弱点がね、あのそのシャープソードのミサイルよりも、あのスティングレイの方のミサイル、なんか全体的になんか防空に弱いっていう感じがしてて、その時々ね、あの防空でやっぱりなんかミサイル消されるよなと思います。耐久がね、多分少ないと思うんですけど、そのせいでね、あの全部ミサイル当たってもね、バーストダメージがねちょっと下がってしまうっていう風になってしまうので、あれ、まああれリスクを取るか、あのダメージを取るか、そこら辺がね、焦点かなって思います。ということで今回の動画は終わります。よかったらね、あのチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回の動画は終わります。バイバイ。